皆さんこんにちは、ボイストレーナーのイージーです。今日は、ボイストレーナーが選ぶ歴代ハロープロジェクトデビューから歌の成長がすごかったメンバー参戦していきたいと思います。もともと僕はですね、小さい頃からハロープロジェクトが好きで、ハロープロジェクトを聴きながら、ハロープロの楽曲を聴きながら、こう歌の道、ボイストレーナーの仕事にこう憧れを持って今こう仕事をさせていただいております。で、本当にこうハロプロのメンバーって何だろうな、歌の成長、デビュー当初からの、まあ、歌の成長がやっぱり著しいなって僕は思っていて、その中でもちょっとすごかったなっていうメンバー3人をちょっと紹介していきたいと思います。現役から卒業したメンバーも含めてちょっとお話ししていきたいと思います。まあ本当はね、もっとたくさんいるんですけど、今日はちょっと3人に絞ってまたお話ししていきたいと思います。ではまずはこちらの楽曲を聴きながら紹介していきたいと思います。もう常々言ってるんですが、僕はね、藤本美貴さんが大好きなんですね。で、今回これはですね、ハロプロのライブから、ももち、嗣永桃子ちゃんと生田絵梨奈ちゃんと、あとジュースジュースの上村あかりちゃんが歌ってる、3人で歌ってる会えない長い日曜日でございます。で、今回ちょっと紹介するのは、上村あかりちゃんです。まあ、デビューしてちょっとしてからですね、多分1年経ってるか経ってないかぐらいかと思います。まあ、上村あかりちゃん自体はもともと音のセンス、音程の、なんだろう、安定感はめちゃくちゃあったんですけど、やっぱジュース自体が他のメンバーが結構歌えてるっていうところもあって、あまりこう歌割りが当初は多いメンバーではなかったです。はい、というところでこちらを紹介させていただきました。で、まあこの上村あかりちゃん、まあ、確かにこの時点では別にうまかったんですよ。普通に音程は安定してたので結構うまかったんですけど、ちょっと今回はまあ今後の成長っていうところも含めてお話をさせていただきました。なので今回今の上村あかりちゃんの声もちょっと紹介していきたいと思います。まあ今というか、まあ、去年なんですけど、こちらはですね、昨年発売された楽曲「頑張れないよ」のソロミックスバージョンっていうものがあって、それぞれのパートソロで全員が歌ってる、で全部くっつけたっていう感じのやつなんですけど、上村あかりちゃんのパートをちょっと流したいと思います。今これは稲葉真中ちゃんが歌ってます。もともとうまかったんですけど、ここまで表現が上手に綺麗な声質になってるのは結構久しぶりに、久しぶりに上村あかりちゃんのソロの声、まあもちろん楽曲としてソロパートも今は結構多いんですけど、中でやっぱバラード調で声をこう目立たせるっていうところで、今この楽曲が、ね、配信された時に結構衝撃を受けました。あ、もうこんな綺麗な声が出るようになったんだとか、もう顔との声の、なんだろうな、イメージがぴったりすぎて、もうこの楽曲のこの声の感じはすごく合ってるなと思いました。この楽曲自体のその普通の通常バージョンはそんなにこう歌割りが多いわけではないんですけど、まあもともと、なんだろうな、みんなで歌ってるところが多いのであれなんですけど、結構この、なんだろうな、ピアノ伴奏になってるところで上村あかりちゃんの声はすごく目立つなと思っております。はい、では第2戦に行きたいと思います。はい、2人目はですね、こちらの楽曲を流しながら紹介していきます。カントリー娘の恋が素敵な季節、もう超前です。超前と言っていいのか分かんないですけど、いつだ前ね、カントリー娘の
紹介を動画でもしてるので、ちょっとそちらを見ていただきたいんですが、この時期はカントリー娘2人でございます。リンネさんとアサミさんが2人で活動してる時期ですね。で、アサミさんが今回はちょっと紹介していきたいと思います。これは今リンネさんが歌ってます。まあ、リンネさんの安定感は結構すごくて、普通にハロプロの歴代で見てもかなり歌が上手い方かなと思います。まあ、ちょっと歌唱レベルで言っちゃうと、どうしてもあさみさんの歌割りがどうしてもちょっと低くなっちゃうんですけど、なんか少女の歌い方っていう感じで特徴がまだ全然ないんですよね。でも言うたらこれ成長具合で、もうトレーニングの仕方次第でめちゃくちゃ上手くなる声質をしてるなっていうところが、そうなんですね。でまずこれ多分 14、15歳、いやもっと若いのかな、ちょっと年齢までは分かんないんですけど、ぐらいの女の子の歌い方っていう感じで、音程っていう部分で見ると、今これ、普通にちょっと PV なので、音は修正されてるかもしれないんですけど、音程部分はすごく安定してるんですね。なんですけど、ちょっとなんか表現の仕方とか、まあ、アクセントの付け方とか、そういったところがまだちょっとこう、なんだろうな、一定してしまってるっていうところです。まあ、最近で言うと、森戸千咲ちゃんとかが結構なんか、歌い方にこう強弱がないとかって言われてることが多かったんですけど、まあ、それに近いかなと思います。あの森戸千咲さん、昔のデビュー当初はそんな感じで言われてたかなと思います。で、なんだろうな、僕もちょっとボイストレーニングの仕事をしてる中で、女の子でボイトレに来る子で、若い子は結構あさみさんに近い声質というか歌い方をしてるなっていう感じなので、本当にまだレッスンとかも何もしてない状態、まあ曲自体はまあ一応まあトレーニングもした上でやってると思うんですけど、まだそこまでじゃない状態でやってるのが、結構この曲はピンポイントでいいなと思いました。ではそこからどう成長していったかというところなんですが、最初はねもっとあるんですが、ちょっとこの曲にしようかな。こちらの楽曲でいこうと思います。カントリー娘に今野と藤井、サビに行きたいな。まあ、ちょっとちょこちょこあさみさんのパートを流したんですけど、結構こう強めな楽曲、明るめの楽曲よりはこういうちょっとしっとりした感じのと楽曲にあさみさんの声の方がちょっと映えるかなと思います。まあ、結構可愛らしい声質なんですけど、なんか可愛さだけじゃなくてちょっとなんかはかなさみたいなのもある声質かなと思ってます。なんか極端に可愛い感じで言うと今野あさみちゃんの方が結構可愛さドンって感じなんですけど、そこよりはちょっとなんか大人な感じのなんか切なさがある歌い方をしているかなと思います。今のメンバーで言うとちょっと川村彩乃ちゃんとかが少し近いかなと思ってます。はい、今これ全然関係ないんですけど、あのね、2番のサビ前がミウナさんとミキティのパートなんですけど、そこの2人の声質の合わさりが今めちゃくちゃ綺麗だったなと思いました。全然書けないです。ということでラストです。おそらくイメージがつくかなと思います。これはちょっとライブ映像ではないんですけど、聞こえるかな。はい、道重さゆみちゃんですね。聞こえるかな。まあちょっと聞こえてなかったらごめんなさい。道重さゆみ赤いフリージアで検索してください。
でもこれは歴代で見ても多分一番、まあ、当初ね、デビュー当初の歌のなんだろうな、センスのなさって言ったらあれなんですけど、これがどう変わるのかなっていう、なんかもう本当に可能性しか詰まってないような歌い方と音程の取り方、でもね、デビュー当初の今映像を流してるんですけど、じゃあな、これもう完全にメロンの歌い方になっちゃってますね。でメロンにのやつを流しちゃってるから、当初のはちょっとあんまりないか。オーディションの時の映像がもう本当にすごいので、ぜひ見ていただけると面白いかなと思います。いやもうちょっとね、オーディション映像は、まあ、これが多分一番もう本当に衝撃的だったと思います。ちょっとずっと見てられるぐらい面白いので、ぜひ見てほしいと思います。で最後、まあ、今もね、もちろん活動してるので歌聞けるんですけど、最後どうなったかっていうところも含めてちょっと見ていただきたいと思います。卒業コンサートの、披露した赤いフリージアです。でも本当にあのレベルがというか、もうここまで成長したことはもう多分本当に奇跡です。奇跡というかもう努力の賜物でしかないので、もう道重さゆみさんってもう本当にハロプロではもう伝説の存在になっているかなと思います。いやなんかもう本当に歌い方自体が変わったというか、なんだろうな、自分の苦手部分をうまく調整して、まあ、多分音の取り方っていうものは多分正直そんなに得意ではないんですね。なんですけど、最後にしゃくりを入れたりして、なんだろうな、道重さゆみ流にしてる感じがやっぱりこううまく聞こえるし、それが下手ではないっていうところがやっぱり、なんだろうな、すごいなっていうと、なんかいろいろ研究をしてるなって感じで、自分のパフォーマンスにおいて。なのでもう本当にこれが完成形だし、まあ、これ以上にもちろんなると思うけど、やっぱりこれが一個の完成形になってる、この道重さゆみの最後の卒業ライブの赤いフリージア、もう本当に素晴らしい曲だなと思いました。まあもうこのライブ映像もすごいので、ぜひ、まあもう、皆さんね、見たことはあると思うんですけど、もう何回見ても泣けると思います。はい、ということで今回こちらの3選をやっていきました。現役ではちょっとね、含むジュースジュースの上村あかりちゃんをちょっと出したんですけど、まあ本当に今ね、現役でもまあ、正直みんな今結構最近入ってきてる子は元からうまいっていうのは正直あります。なんですけどやっぱなんか成長具合、うまさからのうまさっていうところで、まあ、上村あかりちゃんが本当に確かに最初からうまかったのに、あまり歌わり優遇されずに、今に至って結構こうガッと歌わりがある状態、まあでもセンターに行けるレベルなんですけど、やっぱちょっと上村あかりちゃんセンターにするみたいな風潮はジュースジュースは今ないのかなっていう感じですね。ただ歌い方とかアクセントとか的にもすごくいい声をしてるなと個人的には思っております。はい、
で、2人目に挙げた、カントリー娘のあさみさんは、まあ、本当にハロープロジェクトの、ハロープロジェクトのというか、もう女の子の歌が好きな女の子のなんかこう上手になりたいなっていう子でよくレッスンに来てる子たちが大体結構こういう歌い方をしてるなっていう特徴が割とあるなと思いました。で最後道重さゆみさんは本当にもう伝説級のもう努力をしてここまで至ったっていう感じですね。なので結構この3人3種3様で、上達の仕方とか最初のステージっていうところはかなり違ったのかなと思いました。はい、というところで今日はこの辺にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。